ポニョの母親ですね。グランマンマーレ。海のメガネに似あの、藤本の妻です。船のへ先小さきにちっちゃくいるのが藤本ですね。で、それに対してグランマンマーレっていうのは、すごいでかいんですよ。えー、おおらかで優しくて、何事にも動じずですね。母性の塊。 のようなことです。藤本の前に、その妻であるグランマンマーレがバーっと頭を出していきます。ところが、ですね、藤本と手を取って話時になると、藤本と同じサイズにいきなり変身するんですね。あのこのように、グランマンマーレは自由に自分のサイズを変えられるように見えるんですけど、も、それだけではですね。 説明できなないです、ね、ちょっと不思議なシーンがあります。グランマンマーレとリサが立ち話してるんですね何を話しているのか全然こう分かんないんですねケアハウスのおばあさんたちが「リサさーん」って言って声をかけたらですねそしたらリサが「はーい」て手を振るんですねでリサがですねそのままこっち来るんですけどもこの花壇を避けてこう歩いてくるんですねでコンテで確認してもですねやはりこの位置に花壇があってリサ花壇を避けて斜めに歩くって書いてるんですね こんなね結構面倒くさいことをしてるのやっぱり理由があるんですね。なんで宮崎駿はですねこの位置に花壇を配置したのかと。これねこのカットだけじゃないんですよ。ここにもですね花壇があるんですね。グランマンマーレー上手側から歩いてくるんですけどこの花壇が途切れる手前でピタリと止まってこの位置で宗介たちとお話をするんですね。グランマンマーレーはですね絶対に観客に足元を見せない。なんで足元を見せないのかっていうと あの、そもそも、なんで海中でですね。あの、自由自在に体を、まあ、大きくしたり、小さくしたりできるのかと。そもそも、なんで。海の中で、この女の人は光っているのか、ですね。実はですね、グランマーマーレの正体っていうのは、1キロメートルぐらいある。 超巨大な長チ,チンアンコウですで。その巨大なアンコウと人間の男との異種交配の話こそが崖の上のポニョの本質の一つだというふうに宮崎さんは語っている。長チ,チンアンコウというのがどんな生物かというと、これがグランマンマーレの正体なわけですね。深海魚です。で実際はこの 口にはすごい鋭い牙が生えていてですね。この頭から生えた触手の部分ですね。この触手の先端とかこの周り辺りからですね。発酵液という液体をですね。放出するんですね。それで海の中で光るとだから、グランマンマールの女性の形をした部分というのはここなんですよ。この部分が女の人の形をしていて、その奥にはですね。 超巨大なあの大きさ1キロぐらいあるグロテスクな深海生物の本体があるわけですね。長翅アンコウっていうのはですね、この深海でも光る食種でですね、獲物をおびぎょして食べるわけですよ。で、同じくこのグランマンマーレっていうのは、この食種の先にすごい美しい女の人の全身を作ってですね、で人間のオスをおびき寄せて異種交配をするとそういう生き物なんですね。まあ今後の話でわかる通りですね。 この花壇に隠れてわからない部分にはおそらくあのちょうちんあの本体につながるでかい触手があるんですねこういうふうにこれもそうですねおそらくこの見えないところに触手がこうあるんですよでリサはこの触手を踏まないようにするためにわざわざ花壇を避けて歩かなきゃいけなかったわけですね